新年明けましておめでとうございます。ただいま紹介いただきました戸田市長の菅原文仁です。朝早くから大変にお疲れ様です。本日は2年ぶりとなる出初め式の開催、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため来賓をお招きせず開始することとなりました。そういった中、清水消防団長はじめ少年少女消防クラブ、あるいは本市消防職員の皆様におかれましては、日頃から訓練を怠らず市民の生命財産を守るため、このように素晴らしい分列行進、整列、そして観閲式では皆様の規律正しい姿、さらにはその後の訓練展示、ポンプ車による放水、しっかりと皆様の訓練がスムーズに、そして規律よく行われていることを確認いたしました。改めて市民の生命と財産を守る信頼のある戸田市消防、そして消防団の皆さんになると確認ができました。今年に入りまして、新型コロナウイルスとの戦いもいよいよ3年目を迎えております。年始からオミクロン株、あるいは第6波の拡大が毎日のように報道されてきております。しかし状況は変わってきているということを私たちは考えながら行動していくべきだと私は考えております。当初はなすすべがなかった状況でありますけれども、昨年の年明け第3波、4月の第4波、8月の第5波、この中で感染症との戦いを進めるさまざまな対応、対策を進めてまいりました。例えばワクチンの接種でありますが、戸田市では現在 85% 以上の市民の方がワクチンの接種を終えている状況であり、12月1日からは医療従事者の接種が開始され、1月11日から一般の高齢者の接種が始まります。またデルタ株が発生した際には本市消防の総力を結集し、入院待機ステーションをわずか2日で完成させ、全国からも問い合わせが相次ぐなど、市民の安心安全に大きく寄与することができました。また年末には経口薬モルヌピラプラビルなど認証がされ、新たに2月からはファイザー社製の経口薬が承認されるということも報道で知る限り進んでおります。こういった感染症との戦いを我々は少しずつではありますけれども進めてきております。事実として感染者の中に占める重症者数、また死亡者数の率は下がってきている状況であります。今年は感染症との戦いを終結させる、そんな年にしていかなければなりません。この感染症との戦いで一番大切なことは、私は誠実さである、誠実であり続けることであると考えております。
各立場持ち場で自分のやるべきことを一つ一つしっかりとやり抜くこと、これが我々に求められています。もうすぐ光が見えてくる、そんな思いです。ぜひ希望を持って、日々の感染対策はもちろんですが、市民の生命財産をしっかり守る、その使命を胸に、今年一年皆様の活躍を心から期待しております。結びとなりますが、戸田市消防に関する皆様の今年一年のご活躍、ご健勝、そして戸田市の限りない発展を心から祈念をし、祝辞といたします。